今日はこちら16の性格、うん、いつもと違っていつも扱っているセルフヘルプ術ではなくて、うん、これもまあ16の性格といって、うんうん、まあその外向内向、うん、直感感覚、うん、感情思考、柔軟決断、うん、認知決断ですね、うん、を分けてやってるもので、うん、基本今まで我々の動画で上げてきたものって、うん、私はこのタイプでこういう風ですね、うん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 、っていう話だったじゃないですか、はい、こんなところがあるから、まあ、言ったとしてもこんなところがあるから、うん、こんなところに注意しましょうね、うんうんうん、っていう話だったんですけど、うん、今日したいのはこの本で指摘されている、うん、このタイプの人には、うん、こういう接し方をしましょう、うんうん、っていうのを今日ちょっとやりたいと思ってます、はい、なので、まあ、それを通じて、まあ、自分が分かるっていうのもあるし、うんうん、この人多分このタイプだろうなっていうのは、うんうん、多分意識すると、まあ、間違っているかもしれないが、うんうんうん、4つの要素のうちのどれかは当たってるんですよ、うんうん、明らかに外向だろうし、うん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 、内向っぽく見えるしとか、うんうんうん、っていうところでその話を、うん、まずこの紹介としては伝統主義者との付き合い方から、うん、伝統主義者っていうのは SJ 気質ですね、はい、でまず SJ の中でも、うん、外向感覚思考決断外向 E E S S TJ TJ、はい、ESTJ の方、うんうん、との付き合い方、はい、この人は責任を果たす人ですと、うんうんうんESTJ は不屈の精神の持ち主、うん、愛想はいいけど感情的に考えるのを嫌い、うんうんうん、理性的に物事に対処する、うん、よく考えて結論を出すが、うん、他人の欲求には無関心、うんうん、話し方は明確で率直で分かりやすい、うん、外見はいつも小綺麗で流行には左右されない、うん、仕事を一生懸命にこなし生産性を常に上げようとしている、うんなすべきことを素早く判断しすぐにやり遂げようとするので、うん、職場の責任者に押されることが多い、うん、だが中には威張り散らし偉そうに指図する人もいると、うんうん、他人の非を厳しく指摘し相手を傷つけ落ち込ませる場合もある、うんうんうん、地域の共同体や協会での奉仕活動の責任者に多いタイプであると、うんうんうん、なんかエニアグラム的には、うん、タイプ1が見えたり見えましたね見えましたよね見えました意思の説明だなとかこうやってなんか眼鏡をこうやって上げてるような、うん、見えましたね、うんそんな方との付き合い方、はい、この責任を果たす人の注意を引く言葉、うん要点を説明しますと、うんうんうん、とか、うん、結論から申しますと、うんうんうん、とか計画ですこれが計画です、うんまあ、多分単刀直入に分かりやすくみたいなところですかね、まあ、そうですよねでこの責任を果たす人との付き合い方、うん、自信を持ち断定的に話す、うん、あなたが強弁合弁なんですかね態度で自分の意見を主張しても、うん、この人は自分が否定されているとは受け取らない、うん、それどころが、うん、あなたが頑として主張を曲げなければ、うん、逆に尊敬の対象にもなるとものが言える人物だと。ああ、そういうことか。君は自信を持ってものが言える人物だね、うんうん。話を聞こうじゃないか。逆にだから合わせるといけないってことですよね。そうですよね。っていうと二等兵タイプはこいつはなんだ、うん。自分の意見がないやつ。意見がないやつだ。うん、ダメだこいつは使えない、うんうんうん。っていうことですね。うん、タイプ8も見えてきました。エニアグラム。ああ、見えてきました。はい。この人は率直な物言いやぶっきらぼうな話し方にたじろがない、うん悪意はない、うんうんうん、個人プレーに走り点数を稼ごうと思わないことこの人の前では、うんうん、ああはいはいはい、この責任を果たす人は仕事全体の結果を重視し、うんうん、個人の評価には無頓着だ、うんうんうん、で彼に訴えるとすると、うん、正義感に訴えかけるのもいいとあなるほど、うん、で企画を提案するときは、うん、どんな質問にも答えられるようにしておくこと、うん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 、で要件は単刀直入に切り出して、うん、論旨はまとめて説明しようと1ですねやっぱり、うん、で伝統主義者の中の、うん内向感覚思考決断、うん、I、うん、STJ ですね、うん ISTJ
は一人でコツコツ努力する人は物静かだが非常に意志が強い、現実的で大変保守的、几帳面で何事にも正確さを求める、地味な服装を好み、目立つ色の服を着たり流行のファッションは追いかけたりはしない、シュプリームでしたっけ、ああいうのは着ないんでしょうね。ああ着ないかもしれない、はい、話し方はゆっくりと丁寧で順を追って経過を説明してから最後に結論を述べる、シュープリームが最新っていう私が古いっていう話ですけどね、うん、まあ、そういうのも何も気にしないんですよ、はい、多分そこに売ってるものを買うみたいな。なるほど、うん、で生まれつき用心深く慣れない状況に直面すると当惑する、うん、慣れ親しんだやり方を好み前例のある方法にしがみつく、うん、一つのことをやり遂げたいという気持ちが強く一度に一つのことにだけ集中する、うん、急がば回れが仕事を進める時のモットー、うん、私生活を人に話そうとはせず一人で過ごすことを好む、うん、時として頑固で偏屈、うん、遊びよりも仕事を優先し仕事を終わらせてからリラックスする、うん、これがあのジャッジのところです、うん、決断の人、うん、趣味は読書や、まあ、一人でできること、うん、で注意を引く言葉としては、うまくいった前例があります。ああはいはい、書類にまとめておきました、うんうんうん、コミュニケーションしなくていいってことですね、うんうんうん、読めばわかる、読めばわかる、データ持ってくればいい、はい、一歩一歩とか、うん、あとは、うまくいってるなら変更しない。でこの一人でコツコツ努力する人、うん、ISTJ との付き合い方、うん、企画や提案を出すときは、うん、その正当性や将来性を裏付ける事例を具体的に挙げ、うん、書類にまとめて提出する、うんうん、実用性、うん、将来性じゃない、うん、実用性、うんうん、可能性でもない、うん、実用性を強調し、はい、前例があるならば、うん、その成果を記しておく、うん、書類を提出したら、うん、ゆっくり考える時間を与える、うん、急かさない、うん、で話は簡潔に、うん、無駄な使用、まあ使用っていうのは枝葉、うんうん、は刈り取って論旨だけを述べる、うん、複雑で分かりにくい話、長い話はしない、うん、途中で話が欲持ちにそれないようにする、うん、だ私の話し方はダメってことですね。わ、うん、かりました。怒られるかも、怒られるってこと、まあ、怒らないかもしれないけど、はい、心の中では怒ってるかもしれない。無駄な話をって、うん、で個人的な感情や主観的な考えは口にしない、うん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 、あくまでも客観的な考えに基づいて話を進めようと、うん、っていうのが、ISTJ ですね。もうデータだけですね多分。僕はこう思うはいらないんですよ、ね、思うはいらないですね、うん、はい。では、この SJ 型伝統主義者の中の、うん、ESFJ ですね。 ESFJ 外交感覚、情緒、まあ、うん、感情、感情決断フィーリング、うんは人の役に立ち感謝されたい人、うん、まあ、これ一応 ESFJ は二等兵が自覚するタイプで、うんうんうん、タイプのところです、うん、この ESFJ は16の性格タイプの中で最も親しみやすく社交的だ、うん、日常のさまざまな場面で人の役に立ちたがる、うん、丁寧で礼儀正しく身振り手振りを真面目交え、うん、やや大げさな話し方をする、うん、見えてきますね私が、はい、うん、相手の腕に触れ肩をポンと叩き情愛を示す、うんうん、感情をあからさまに表現し、うん、考えていることがはっきり顔に現れる。あごめんなさい。会話の中ですべきという言葉をよく使う、うん、あ男子がデートはおごるべき、おごるべきで日常のちょこっとしたことに感想を述べ反応する。普段やってることです。普段やってることですね。で、うん、問題が持ち上がれば真っ先に駆けつけ、うん、その任務を引き受ける、うん、あの生きづらい人は僕が救わねばと思っている。あ、はい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 、で自分が考える方法こそがベストである、うんうん、と信じて疑わないため、うん、時に高圧的な態度を取り、うん、物事の白黒をはっきりさせたがる、うんうん、話し方も振る舞いも自信満々だ、うん、でも、まあ、自信満々の裏には何かあるんですけどね。あ、はいはいはい、でこの人たちを注意
注意を引く言葉、うん、手を貸していただけませんか、うんうんうん、どうすればいいのでしょうか、うん、お手数ですが、うん、ありがとうございます、うんうんうん、ご協力に心から感謝します、うんうん、っていう言葉に弱い、うん、断れないそう言われると、はい、うん、で、あなたはいつもどうなさってますか、うんうん、って聞かれると、うん、あ、僕が使ってる化粧水はって、あ、これですこれですって、うんうん、喜んで喋る、うん、っていうこんな ESFJ との付き合い方、うんうん、ESFJ の感情を尊重すること、うん、たとえ意見が食い違っても、うん、筋が通っていない、うん、と相手を責めてはいけない、うんうんうん、なぜなら、うん、ESFJ は自分の価値観だけが正しいと思っている、うんうん、この化粧水がいいんですよのでその価値観にそぐわないような提案はしないことと、うん、あ、はいはい、で何か批判したいことがあれば、うん、その前に必ず賛同の気持ちを示そうと、うん、わかるよ、うんうん、はい、この ESFJ は批判を個人的なこととして受け止めるので、あ、はは、あなたの言葉に一旦カッとなったら、うん、もう耳話に耳を貸そうとはしない、うんうん、わかる、うん、あの敵認定は早いんですよ、うんうんうん、ああはい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 ってなるんですねもう知らない、はい、ただわかるから入ってもらえると、うん、あ、いいんですよ、うんうん、それだけでいいんですよ僕は、うんうんうん、でこの ESFJ に手助けをしてもらったら、うん、くどいほどお礼を述べようと、うんうん、でまた喋るのが好きなので、うん、口を挟まずじっと耳を傾けよう、うん、耳を傾けていただきありがとうございますと、はい、で計画は途中で変更しないこと、うん、どうしても変更せざるを得ないときは人の役に立ちたい、うん、人の役に人に喜んでもらいたいっていうこの ESFJ の本能に訴えかけようと、うん、あ、お手数ですが、うん、ちょっと困ってるんです、うん、って言うと困ってるって言われちゃうとっていう、もう助けてくださいですよねもうってで、うん、内向感覚情フィーリング決断情緒決断、うん、ISFJ の人ですね、うん、は組織の中で生きていく人とあります、うん、この ISFJ は、うん、控えめで穏やかで忍耐強い、うん、自分が注目されなくても黙々と人の役に立とうとすると、うん、職場でも地域の共同体でもボランティア活動の場でも裏方に回るのを好むと、うん、事実やデータなどを扱う仕事が得意で、うん、記憶力が良く自分の経験や自分が気にかけている人のことなら細かいことまでよく覚えている、うん、で話題を一つに絞り慎重にゆっくり低い声で話す、うん、喜怒哀楽を表に出さずよく知らない相手と話をしているときには引っ込み思案に見える、うんうん、穏やかな人間関係を望み波風を立てようとはしない、うん、規則を守り周囲の期待に応えようと懸命に働く、余暇の時間も趣味やボランティア活動などで忙しく過ごすとあります、うんうん、でこの人を注意を引く言葉、保証します、間違いありません、うん、どうぞじっくり考えてください、うん、とか、あのこと覚えてる、うん、って聞くと、うん、大体覚えてるんでしょうね。あ、この ISFJ との付き合い方、うん、テーマは明確に、うん、話題はこれですと最初にはっきりさせておく、うん、話題を途中で変えない、うん、で率直に分かりやすく話す、うん、この人たちは曖昧な話や漠然とした指示は通じない、うん、あなたのやってほしい望みを正確に具体的に伝えて、うん、細かい指示を与えると、うん、ちゃんとやってくれる人、うんうんうん、あのアドリブとか入れない、だからもう信頼して任せていい、うんうん、細かい指示を与えられるなら、うんうん、そこあり適当にやっといてはダメ、細かい指示がいるってことですよね、よかれやしかれ、うんうん、信頼するのは多分僕は信頼して任せるんですよ、はいはいはい、だけど細かい指示はない、なるほどでもまあそれが通貨で分かってればもう間違いない仕事が、うんうん、やりたいようにやって的な感じですよ、良きに計らいですよ、だからだとちょっと難しいかもしれないですね、うん、はい、
で私生活には立ち入らないでねと、うん、誘えなこと些細なことでも了承なしにプライベートなことについて質問してはいけないと、うん、でまた彼に彼ら彼女らに聞いた私生活を他の人に話す、うん、あいつがさって、うんうん、みたいなことは絶対ダメだよと、うんうん、で、うん、礼儀正しく思いやりを持って落ち着いた口調で話しましょうねと、うんうんうん、相手の話を遮らないことこのタイプを気持ちを傷つけたと思ったら、うん、すぐに謝ろうと、うんうん、で、急かさない、うん、考える時間をちゃんと与える、うん、意見を求めたら辛抱強く話を聞くこと、うん、話を腰を折ってはいけない、うん、僕注意ですね折りそうですもんね折りがちすぐ喋りたい、うんで、あとは、納期契約待ち合わせの日時を約束したら必ず守る、うん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 、この ISFJ にとって時間にルーツな人間は嫌われますよと、うん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 、というのが伝統気質、うん、伝統主義者の方々でございましたと、うんうん、はい